スタジオ VK ラジオ準備室です。今週もよろしくお願いします。ということでね、最近改めてですね思うんですけど、その前にこの番組はローカルタレントを目指して早10年の私、神永拓実がどうやったらこの秋田で芸能生活をしていけるんだと四苦八苦する生存層音声コンテンツでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、ね、最近ちょっと滑舌が甘いので発声練習をするのをねちょっと怠っていましたので、若干ねロケとかやるときに噛むことが多くなっていたので、これ良くないなと、怠惰が見られますので、ちょっと真面目にねやっていきたいなと反省をしてる時だったんですけど、まあまあそれは置いといたとしてもですね、ちょっと最近この寒暖差がね激しいなということで、秋田はですねこの東京ではねもう30度とかって言ってる日にね19度とかだったりするので、飲食店とか行くとねなんか夜寒すぎて暖房つけてたりするね場所もあったりしてね、やっぱ12、3度とかねやっぱね寒いですからね。私すっかりタオルケットにしたんですけど、あの夜寝るときね、ちょっとタオルケットだと寒いなっていう、その布団をもうクリーニングに出してしまったのでもうないのでね、寒さに凍えながらこう夜を過ごすことがあるわけですが、まあまあそれがなくてもですね、まあ夜は毎日寂しいのでねどうしようもないんですけどあの最近週3、4くらいでテレワークを私しているので、まあパソコン作業ですよね。ですのでやっぱりお外に出ることが減るとですね、やっぱ昔その一日中お家から出なかった時のことをね、オブラートに包みましたけども一日中出なかった時のことを思い返すとですね、やっぱ寂しくなるのであまりテレワークダメだなと思ってですね、ちゃんとあのコワーキングスペースをね利用するようにちょっとたまにしていきたいなと思う今日この頃なんですけど、皆さんはね寂しい時はないと思いますんでね、パートナーさんと一緒にね、イチャイチャしていただいて、合間にですねこのラジオを聞くことがないようにしていただきたいなというふうに思いますので、私は元気にやっておりますということで、今週もよろしくお願いいたします。スタジオ VK ラジオ準備室です。ちょっと声がキモいんですけど許してください。たまにラジオ聞くと自分のねやつ聞くとちょっとキモすぎてねゲロってなるんですけど、まあ皆さんもね、もうオートした後だと思いますので安心して聞いていただきたいなと思うんですが、もう先週のラジオでも言ったんですよ、ちょっと話の続きじゃないですけどちょっとありまして、まあというのもあのサーモンの水揚げのね撮影に行ったんですけど、旅館のお母さんが話が長くて困るっていう話を先週したんですけど、肝心のその撮影はねちょっと翌日に行われまして、っていうのもまあ岩立漁港というですね、まあ秋田で一番北にある漁港ですね、まあ小さいところなんですけれども、まあそこでこう県内初のですね、まあ養殖事業といいますか、まあその県内初なんですか、サーモンの養殖がね行われましてですね、まあ、500匹養殖し371だったかなが水揚げされたんですけど、まあ当初よりもこう生きてたというか結構こう出来栄えも上々でみたいな感じでニュースでもね大きく取り上げられていて、もうメディア3局くらいね取材来てましたし、テレビ放送もねされてたんで、大々的にねなんか議会とかでもなんかね今後広げていかないとダメだなみたいな、別の場所で今度こういう養殖やってみようみたいなねニュースになってましたけども、まあまあ、皆さんはね秋田県人ではこんなにないと思いますのでニュース見てないと思うんですけれども、まあそれでね撮影が私もそれ言っているわけですけれども、若干ね某局のニュースに1秒だけ足が映り込むという地上波復帰を果たしたわけでございますが、まあこれねテレビの番組の撮影って僕ほんと久々で、まあ久々っていうか、まあ4年前くらいにねちらっと本当に心臓に毛が生えた程度のねやつをやっただけですから、まあまあがっつりね撮影するっていうのもほぼ初めてみたいなもんですよ。若干こう緊張しながらね私行ったんですけど、結局その前泊して、もうその漁港にね着いたのがだから4時半ですね。で4時半でさすがにこれ俺一番乗りだろうと思って、
たらですね、で三脚をこう下ろしてたらですね、もう2分もしないうちにですね、この NHK さんのですね、もうドライバーを引き連れたね、大きな車が、ハイエースがですね、ドカンと私の車の隣につけてですね、もう撮影部隊がですね、ゾロゾロとね、2人出てきたわけですけども、出てきた時にまずいなと思ったんですよ。その機材はね、そこまでこう変わりないというか、まあ、簡易的なね、三脚、ビデオ三脚と業務用カメラ、まあ NXD カムの中型のサイズですね、分かんない人は無視してください。であと音響の、ガンマイクのセット、あの腰元であのウエストポーチみたいなやつで音量調整する機械ね、あれがあるんですけど、テレビドラマの撮影とかでイメージしてもらえば分かるんですけど、な音響さんとカメラさんで来たんですけど、格好がね、ウィンドブレーカーみたいなやつ着てね、カッパ着てね、でその上にこうカメラにもですね雨よけみたいなの被せてたんですけど、あれと思って、あれ今日って雨予報だったっけと思って俺で NHK さんの方にさ、おはようございます、もう神永ですって、こういう撮影してます、よろしくお願いしますって挨拶したら、 NHK さんの人が、あふーんみたいな雨対策してないんだ、ふーんみたいな顔で見てるわけですよあ、うちはもう10回以上来てるんでみたいな感じで言われてここら辺は天気変わりやすいですか、あ、そんな悪い人じゃないんですけど、悪い人じゃないんですけど、そのいやもう10回以上来てますからねみたいな、まあ、あ今日もう私2回目なんですけどみたいな言ったぐらいにして、10回来てんのかいと思いながらも、でまあそうか雨降るかと思って、うん、がっつりまあ雨対策でね、もう長靴でね来てたので、やべと思ったんですけど、私普通のもうダサいね、もう高校時代貧乏だという理由でいじめられたでね、おなじみの、もう中学時代からおなじみのですね、貧相スタイルでね、カンナムスタイルのね、親戚で貧相スタイル、いった貧相スタイルでやってますから、臭いをねやってたわけですけれども、私はですねこのやっぱ雨対策してないというのがね見バレしまして、でその後ですね ABS さん、日テレ系列ですね、の方もねいらっしゃったんですけども、あとはその AKT、フジテレビ系列さんのもですね来てたんですけど、まあねがっつり雨対策してるよね中にあのキャスターさんとか営業さんみたいな人は、まあ、スーツとかの人もいたんですけど、まあ、カメラさんはまあ基本もう長靴、あともう雨に濡れないように衣装をね着てたわけですけど、これはまずいと思ってすかさずヤフー天気をね開いたんですけど、もう今にもかっていうところに雨雲が迫っていたので、これはどうやったら避けてくれるんだっけと思いながら仕方ないで鼻かんだティッシュをちょっとてるてる坊主型にしといたんですけどそこからちょっと雨来ないでねと思ってね、ゴミ箱に捨てる前にちょっとね頭丸めたくらいにしといたんですけど、まあそんなこんなでね撮影がスタートするんですが、まあ朝5時ですよ、もう5時からですね、もう漁師の人が続々と、まあいい車でねいらっしゃいまして、おざすって行きまして、でさすがだなと思ったのがさ、やっぱ NHK さんがすかさずおはようございますって挨拶のところからねもう撮ってるんですよ。俺なんかもうボケっとね、なんかあ漁師さん来たなと思ってね缶コーヒー飲んでたんですけど飲んでた缶コーヒーをさちょっと車の方に入れようと思ってさ入れてるうちにさ、もう挨拶シーンをさがっつり NHK さんに撮られちゃってるわけ。なるほど、こういうのはそうか、職人の朝を撮るっていうのは最初が肝心かと思いながらも、なるほどねってね感心してたら、の映り込んでるんで避けてくださいって言われたくらいにして無能ね、うん、これテレビ撮影がね複数被った時のあるあるなんですけれども、あの対角線上にいちゃいけないってなんですよ。まあそこまでね厳密に言われるわけじゃないですけども、まあその映像上映ってたらやっぱ変じゃないですか。その職人さんたちだけが映っててほしいのでやっぱ邪魔なんですよね。なんか独自の絵を撮りたいと思ってさ反対側に行くやつとかいう、まあご法度なわけですよ。で俺がだから普通に缶コーヒー飲んでたから邪魔ですよみたいな感じで言われてさせって言って軽くですね平謝りしたくらいにしてですね撮影が始まるんですけど、養殖はですね
で、まあ、ちょっと話長くなるんでかいつまむんですけど、養殖って言ってもですね、まあ、その漁港の中のその護岸の端の方でですね、その専用の網、5メーター、地下5メーター台までですかね。だからまあ10、15くらいの、縦10、横10、深さ5くらいのね、養殖の網をですね、その置いてあるんですけど、それをその水揚げ用の船の手前まで持ってきて水揚げするっていう工程なんですね。まあ5時間くらいかかるんですよ、これが。かかるよね。まあ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 、量のねイメージない方もいらっしゃると思います。説明しますけども、まずその養殖用のさ、設置してるその網をね、まず取り外して、で船で引っ張って漁港の方まで持ってきて、クレーンでちょっとずつ水揚げするっていう工程があるわけです。で、水揚げっていうのは網ですくって、まあすくうとこはね、ベーリング海のカニ揚げ漁とかで見たことあると思うんですけど、網でね、こうクレーンでグーンって上げて、で一回船のなんかでっかい水槽みたいなとこ入れて、でそっからあのカゴみたいなやつに3匹くらい入れて、で、港に運んで1匹ずつ箱詰めっていうような工程なんですよ。だんだん数を少なくしていくっていう感じですね。で箱詰めするときは、セロハンを敷いて氷張って発泡スチロールの箱に入れて、梱包っていうような感じになるんですけど、だからもう20人くらいがさ、流れ作業をするわけですよ。かっけーと思って、みんなさ、ちょっとタバコ加えたくらいにしてさ、もうその流れるようにさ、もうそのコンテナを持ってくる、そのコンテナに氷入れてね、クレーン車みたいなやつで持ってくるやつはいるわ、氷入れる人はいるわ、箱を持ってくる人はいるわ、箱を寄せる人がいるわ、寄せた箱を魚の重さごとに分ける人がいるわでね、あとクレーンのところ、船に乗ってる人が3人くらいいるんですけど、まあカメラ的にはまあまあ、その優先順位で言ったらやっぱ水揚げしてるところをまず撮りたいじゃないですか、マストでね。で水揚げしてるとこ撮るってなると、その船に乗るしかないじゃないですか。で船に乗るってなると、俺人生で初めて船乗ったなと思って、その乗ったことなかったなと思って、その足を踏み入れた瞬間に、そういえばないなと思って、その遊覧船はあるけどね、あの松島で小学校の修学旅行があの宮城の松島だったんで、そこの遊覧船乗ってね、カッパエビセンのねカモメに食べられた時ありましたけども、その船ね、久々に乗って、こんな船初めてと思った瞬間に分かったんですけど、あ、これダメだと思って、そのゆらゆら揺れてる船がさ、乗った瞬間にパラ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 パ50人くらいいる中で俺だけもう無防備ね情けない。もう営業の人がね、その屋根付きのところからね見守ってるくらいな状態なんですけど、しかしね、そのカメラがね濡れるわけにいかないじゃないですか。まあ一般的に言ったら、あの手だけ、右手だけ入れれるようになっていて、レンズの部分がまああのフィルムみたいになっているそのレインカバーみたいなやつがあるんですけど、僕あの瓶の棒なのでそれ持ってないんですよで持ってないけど濡れるわけにいかないじゃないですか。これどうすると思って、でも結構降り出した VS この絵を逃さないわけにはいかないの状態あるんですよ。どうするどうするどうする、どうすると思って、そうかと、私思いつきまして、皆さんご存知の通り、私ってあの天才ひらめきニストですから私はとっさにね、もう着ていたシャツを脱ぎまして、もうインナーのね、もう T シャツだけにしましてですね、もう着ていたシャツをですね、もうカメラにぐる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 って巻きつけて、もうその手で持つところをね、ちょうどその袖の部分でね巻きつけて、もうあっという間に簡易レインカバーの完成ですよ。まあ雨は防げてないんですけどね耐水性じゃないんですけど、まあ気持ちね、まあ水揚げのシーンまず3回くらい撮ってたら、まあ映像データ的にはいいでしょうということで、まずこの5分くらいをね、
まあ、退けようということをとっさにね、船の上で服を脱いでね、で服脱いでるところをですね、某局のカメラさんが見ててですね、めちゃくちゃ引いてたんですけどあいつなんだあいつみたいな、なんか急に脱ぎ始めたやついるぞってなってたんですけど、俺だけだからストリーキングを急に船にストリーキング現れたぞってなってて、危ない状態になってたんですけど、まあ船に揺られながら俺もね、海の男上で雨なんか関係ないっつって、もうねやってやるんだっていうことで水揚げをね、取りまして、でまあまあまあ後日放送されたらねお知らせさせていただくんですが、まあまあそれなりにこう GoPro とかはないんですよ、いい映像が撮れたのではないかなとは思うんですが、我ながらって言ったらあれですけどね、こう迫真の絵が撮れたとは思って個人的には満足して、まあ NHK さんにはねかなわないですけれども、迫真のね絵が撮れたのでね、これ良かったなとこういうふうに思ったんですけど、まあ、インタビューもちゃんと撮ってね、満足満足っていうなってたんですよ。で、まあ、結局5時から12時半くらいまで撮影してもクタクタですよ、こっちも、まあ、漁師さんの方がねもちろん大変ですけど、まあカメラの人はカメラの人で大変なわけですよ。でも俺なんとかこのびしょびしょになりながらもね頑張ったなと思って、4回くらい水揚げしたらさ普通に雨止むのね通り雨でさ、俺が単純にもタイミング悪かったんだけど、普通にその後も水揚げ続いてたからさ、まあ一発目の水揚げっていうところだけ無視すれば普通に撮れてたっていう、晴れの絵の方が良かったんですよ後でデータ確認したらねいらねえじゃん雨の水揚げっていう状態だったんですけど、まあ荒れてる海で揚げてるのもなんか悪くはないなっていうことで、まあそれ使ってくれたら幸いだなと思う。僕編集側じゃないんで、撮影側なんでね、まあ使ってくれたら幸いだななんて思ったんですけど、まあ5時間半6時間半も撮っててね、まあでも頑張ったなと思って、うん、美味しいサーモンもね取れたし、食べてはないけどね、美味しいサーモンの絵も取れたしね、こう満足だと。でインタビューしてもね、まあ他の局さんと違う質問とかねちゃんとしてね、まあ我ながら頑張ったんじゃないかなと思って、で終わってもうなんか体がさ軽くなったような感じっていうかもう重荷が取れたって、もう前日のおかみの長い話から大変だったと思ってさ、もう解き放たれてさ、撮影が終わったら急にこうピンカン照りでね、もう嵐が去ったかのような、もう雲一つない快晴になりまして、もう美しいこのね海の風景を見てちょっとこうグッときてね、感動して、あ海の男たちちょっとかっこいいなっていうくらいにちょっと感動してたんですよ。よかったなと思って、でテレビ他のテレビ局の皆さんもお疲れ様でしたみたいになって、じゃあ私たち先に帰りますんでってなって、で NHK さんは最後の出荷のとこまで撮るっていうから、俺ちょっとそこまで時間入れなかったんで、次の仕事あったんで、あちょっと私も NHK さんまでいたんだけど、最後にね俺が最後の残り2組のうちの1組になってて、 NHK さんにあお世話になりましたみたいな、ありがとうございました、失礼しました、すいませんちょっと途中映っちゃったりとかしてとか、あ全然いいですよとかって話してありがとうございましたって去って、いやでも我ながらちょっと久々にテレビの撮影かと思って、俺もテレビの撮影できる立場にようやくちょっと片足突っ込めたかなと、ちょっといい気持ちになった、よかったよかったと思って、うん、で最後美味しいもん食べて帰ろうと思ってさポパイっていう名店があるんですけど、そこでカレーでもね、うん、カツカレーでも食べて帰ろうと思って、まあ、車で20分くらいのところにあるんですけど、で帰りながらね、よかったよかったと思って、で、あっという間にですね、もう晴れ晴れとした気持ちでね、ポパイについて、でカツカレー食べて、うん、でカツカレー食べている時に気づいたんですけど、うん、美味しいなこれと思って、あれってなって、うん、すぐちょっと車見に行ったんですけど、車ガチャッと開けてゴサゴサゴサで探して、なるほど、うん、三脚置き忘れたなとあもう疲れすぎて、もう明らかにもう目の記憶に残ってるんですよ、あ疲れすぎて漁港のど真ん中に俺三脚立てたまま置いてきたなと思ってさNHK さん笑ってるよこれはダッサーあいつってなってるよこれと思って、だからいいんですかとかってなってたのかと思ったんですけど、道理で体が軽いわけだと思ったそりゃそうだよ、三脚背負ってないんだもんそれ軽いわな、一番重いもの背負ってないんだもん、で車の足取りも軽いわな、だって三脚入れてないんだもん、でカツカレーもうまいわな、疲れてないんだもん必要な疲れをさもう背負ってないんだから、そりゃうまいわね、うん、だから頭が整理されてようやく気づく私のミスね
情けない。もう他のスタッフ班みんな2人で来てたのに俺だけ1人で来てるから、それも情けないし、雨の道具も持ってきてないし、三脚置いてきてるし、これじゃ仕事増えねえぜおい演者の仕事はおろか裏方の仕事も増えるわけねえだろバカ野郎ってね、手長ざるがって話でね。でも手は長いんですけども、ということでちゃんとあの漁師の方にあの謝罪電話を入れさせていただきまして、三脚を取りに行きましてですね、結果あの午後の仕事にも遅れるということで、一頭追うものは二頭も得ずの状態じゃないな、なんかなんか、間違ったな今俺、最後のなんかいいことを言おうとしたやつ最後間違った、全部間違ってるもう全部間違ってるわ、うん、もう全部何にも失った、もう一石ゼロ鳥ですもん。一石で別の車に当たって怒られてる人になりました二頭も得ずということで、失礼いたしました本当にね。ということで、あの本当に漁師の皆様、そして各局のテレビマンの方々、ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでしたということで、あの次も仕事くださいドジなだけなんです、あの真面目に仕事はするんで仕事くださいさあセッション、スタジオ VK ラジオ準備室です。なんと前回収録から1週間ほど空いているので、先週お休みしているんですけども、そんなことは一回置いといて、なんとですね、私目の前に、聞こえますでしょうか、発酵レモンサワーが、缶がですね置いてありまして、ちょっと飲みます。乾杯、お疲れした。あーうまい、あーうまい、うめえ。いや仕事中に飲むなって話なんですけど、うまいね。あのですね、ちょっともうぶち疲れまして爆裂お疲れ劇場だったんですよ。ちょ6月はですね、私、ま、去年もね似たようなこと喋ってるんですけど、6月はすごく忙しくて、本業じゃないんですけど、6月は爆裂忙しくてですね、あの学校とかに行く予定はね、大体の学校の予定って夏休みとかね、そういうの入るとないから、6、7月とかね、10、11月とかに集中するんですよ。なのでこれ来週分もこれから取らないといけないんですけど、下手したら来週分もお休みしてる可能性があるんですが、なぜかというと6泊7日のですね大出張がちょっと入ってましてで、そこに映像編集の依頼とか来たんで、しっちゃかめっちゃかなんですけど、そろそろね人間として回らなくなってきてるんで、そんな方置いといて、何をやってるかというとですね、まあ、面接指導とかをやるんですよ。何個か、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、代表的なのは面接指導ですね。まあその進学先、まあ、本校を志望した理由を教えてくださいとかって回答してもらって、でそれに関してフィードバックするというのをまあやるわけですけども、まあ、誰がやってんだって思いの皆さん一回置いといて、そこはね、あの私皆さんの完全にお忘れかと思うんですけども、あの私2019年から朗読プロフェッサーですから私まあね、何の肩書きだって思う方もいるかもしれない。一応あの朗読検定の、一番上の位を私取っておりますので、まあ面接とかのこう採点をねしてもいいよみたいな感じのポジション的な雰囲気を醸し出している人なんですがそうそうです、まあ、民間資格ですのでね、そこは置いといて、まあ、いろんな学生に会うんですけど、やはりですね、この面接していると思うのがですね、まあ疲れるんでね、今日いっぱい面接したんで疲れたんで今いっぱい引っ掛けてるわけですけど、やっぱもう高校生でもレベルが違うなってやつがいるんですよ。僕なんかですね、もう昼早めに1時間ぐらい早めに着いて、食堂行って定食食べすぎて腹パンパンで眠いなと思いながら面接してるんですけどいやダメだろって話なんですけど、まあそこも置いといてもう置く場所がなくなってるんですけど、まあ面接今回やったのはね、その一人ずつ面接していくと、でそれをみんなが見てる、集団面接じゃなくて個別の面接をみんなが見るっていう形だったんですけど、まあ一人ずつこう回っていって、私は将来何々になりたいのでこの学校を志望しますとか、僕はこの昔からこういうことをやっていたので、例えばシステムエンジニアになりたいですとかね、いろいろあるわけですけれども、こうキラッとやっぱ光る学生はですね、入退室でもわかるんですよね。
人が見た目が9割とかってね言われてますから、まあ僕はもう1割でね戦ってるようなもんなんですけども、入ってきた時にあ違うなってやっぱ分かるんですよ。僕もまあ間がいなりにもね結構そういうのやってますので、こうまあ一応キャスティングする側のね仕事もするわけですから、こう人選んだりね抽出したりすることもするんですけど、やっぱ違うなっていうのが分かるんですよね。やっぱ最初の5秒じゃないですけど、最初のこう一言目二言目でねやっぱ違うなっていうのが分かるんですけど、で今日行った学校で高橋さんって仮名ですよ、高橋さんっていう方がいて、もう見るからに違うなと、もう座り方と、あと制服のこう着こなし方、あと喋り方、あと目つきね、目つき怖いよね。で僕はですね、その面接をやるのはいいんですけど、人の顔を見るのはちょっと苦手なので、面接指導とはいえどですね、この高校生のですねこの顔を見るのがしんどいんですよね。だからの面接の評価表みたいなのも書かないといけないから、いやでも目見ないとなと思って、俺が一番目線ずれてんだけど、お前が言ってんじゃねえよみたいな感じでね、高校生も見てるたかとは思うんですが、俺は俺で緊張するんですよね。この入ってきた時に私もしっかりしないといけないというかですね、その日着ていったスーツがですね若干でかかったなと思って、もう売りに出そうと思っていたスーツをですね、もう捨てようと思ってたんで、デカデカスーツがあるんですけど、痩せちゃって、ちょっと私ね1年くらいで、ここに2年くらいめちゃくちゃ痩せたので、10キロくらい痩せたので、ちょっともうブカブカスーツなんですけど、なんかもう学生服よりも、学生服に着られてる学生とかいるじゃないですか、高校1年生とか中学1年生とかで、それよりもブカブカみたいになってて、だ俺のアティテュードが0点なわけですよ。順にも落ちますよ、あれだったら英検で。高校時代頑張ったことなんですかって、トイレでご飯を食べることとアイドルの画像に虫の画像を貼ることですって言うくらいの私ですからね。誰が言ってんだって話で。だ俺はね、だからそれ見ながら、高校生がこうガラガラと入ってきてね、こうハキハキと答えるのを見て、いや俺はこれこういう授業自分の学校であったらできてたかなってふとやっぱ思い返すわけですよ。こうよくね、やっぱそういう指導する側の立場に立つとなんか選ぶりがちなんですけど、やっぱりなんだろうな、自分だったら高校の時このレベルでできるかなっていうのを考えた時に、いや絶対怒れないなと思って、だ一番その上手かった学生さんとか高橋さんって方が一番上手かったんですけど、その人にやっぱ、僕は高校の時あのトイレでね昼飯食べてたようなもうクソ人間ですけども、そんなクソ人間とはね比べ物にならないようなね学生を見ると僕は幸せですって言って、あのお伝えしまして、軽く変な空気になるっていうのがまああったんですけど、そんな風には見えないですよとかって言ってもらって、こいつは絶対面接受かるなと思ったんですけど、まあ、他の人もですね多少リアクションはしていただきまして、嬉しかったんですけど、まあ、面接難しいなと思って、結局その僕が一番緊張が解けてですね今一杯引っ掛けてるわけですが、そのまあやっぱりね連続でやっていくと、こういろんな人に気使うのって一番疲れるじゃないですか。面接もそうですけど、そのこの間撮影の仕事とかもあったんですけど、やっぱレポーターの方とかってすごく気使うんですよね。そのお互いフラットに、面接もそうですけど高校生のね、やっぱその撮影する取材対象者のインタビューいいですか、の人に対してもですね、あとそのレポーターの人とかにやっぱ気を使うじゃないですか。フラットな関係とかはとはいえども、僕はなんかテレビの現場って偉い人って一人もいちゃいけないと思ってるので、基本的にこう腰を下げに行くんですけど、そういう高校生とかもそうですし、演者の人もそうですし、そのもっとへりくだってくるじゃないですか。いやお忙しいとかありがとうございますとかね、よろしくお願いしますってくるじゃないですか。で僕はそれよりもさらに下行きたいんですよ。さらに下行きたいのでもう心がしんどい。さらに下を行っても、いやもういやいやっつって、いや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 、もう私の方が格が下ですからみたいな、いやいやいやってやるわけですけど、まあこれはね非常にこう疲れるものがあるんですけども、仕事上やっぱりですね、この今日行った学校もそうなんですけど、この女子生徒と関わることが多くてですね、そのノリを必要にやらないといけないっていうね、そのセクハラとかも気を使ってますよってとこもやらないといけないで、もちろん当然ねやりますし、その面接も気使ってますよってのもやらないといけないし、偉いことは言ってないですよってのも気使わないといけないんで、今日はもうこれアルコールに染まってるんですけども、こうなるとどうなるかっていうとですね、まあ、前回それで失敗してるんですけど、あの飲みすぎて SNS で弱音なことをつぶやくというのがありますのでこの収録日がどうこうかとは言いませんけれども、
その日のですね23時過ぎとかね1時前とかには変なことつぶやかないようにだけちょっと我慢したいなと思ってますけど、朝消してたらそうだったんだなというふうに、あの時のことだったんだなと思ってください。まあそんなことはね、誰も僕のラジオ聞いておりませんとね、確信しております。そんなことね気づく人はいないと思いますので、って、まあ、これもいやちょっとやっぱ気遣いは疲れますよね、やっぱね。スタジオ VK ラジオ準備室です。まあこれちょっといつ使うかわからないので、ちょっとしたエンディングかもしれません。スタジオ VK ラジオ準備室エンディングですということで、まあここからもう一本撮るのでどうなってるかここでちゃんと区切れてるかわかんないんですけども、まあお知らせですね。幸子の部屋シャープ9神永匠編がですね、公開されました。前回ちょっと前の1ヶ月前くらいのねエピソードで喋ってるんですけど、真中幸子さんとの、まあ、トーク番組では別の YouTube チャンネルの方のですね、トークの方がですね上がっておりまして、私のこのローカルタレントを目指す経緯からですね、もう最新のプライベートに至るまでですね、この赤裸々告白、赤裸告白をねしておりますのでね、私のこのキャラクターとシステムが丸分かりというですね、ノーカットでお送りしておりますので、ちゃんとカットはねされてますけども、お送りされてますので、僕が編集したやつじゃないんですけども、非常にこううまく編集されてますので、僕じゃないんでね、やっぱり編集が非常に編集がですねこうスタイリッシュにまとまっておりました。ぜひ見ていただきたいなとこういうふうに思いますけれども、概要欄に貼っておきたいなと思ってます。ツイッターとかでもつぶやいてますんで、ぜひ探してみてくださいですね。幸せの幸に子供の子ですね、幸子の部屋でございますので、まあこれで、まあ次回以降もですね、その幸子さんとのちょっとコラボ企画も第2弾もちょっと撮影済みだったりするので、来月なんかもちょっとアップしていきたいなとこういう風になっております。ちょっとここの新しい路線もですね楽しみにしていただきたいなという風に思います。そしてですね、先ほどの収録から飲んでおります発酵レモンサワー、これ美味しいですね僕本当にお家でね、よっぽど疲れた時かよっぽど仕事大変だった時しか飲まないんで、これ2ヶ月ぶりに家で缶ビールを開けたんですけど、缶のサワーをね開けたんですけど、うまいねたまにの背徳感がすごいよねこれね、で翌日後悔するっていうねお腹が弱いのでね、翌朝後悔する、2日酔いとかじゃなくて単純にね、飲まなきゃよかったなって思うんですけど、まあまあまあその前にですね、その感じが芽生える前にもう1回分撮りたいなと思います。また来週分も元気にということで、神永匠でございました。さようなら。